ん、こんばんは。断食月、ラマザン中の、イフタルという断食明けの食事のためにちょっと外に来ました。ただいまの時間7時2分でございます。皆さんね、もう結構座り始めてますね。テーブルはこんな感じですよ。これがデーツですね。でこれはブラックオリーブ、これは、ドライアプリコットです。あと、ね、これもねラマザンですっごい食べるんですよね。ひき肉のピデです。スープとメイン料理っていう感じの、まあ、コース的な感じになってると思います。私たちが今日来たこちらはですね、すごくいいんですよ。スイーツがセットになってないんですね。欲しい人は追加料金で注文するようになっているので、私にはとてもありがたいです。なんとですね、今日次女が初めて断食に挑戦中です。あれ、ちょっと待って、どう？我过了一天就可能买了断食，但是没事买了日元9块钱，每一顿都是400元买的。初断食成功だったね。じゃああとね、あとほんの数分ですね、多分あと5分ぐらいかな。それまで、座って静かに待ちます。うちは5人家族で、今スープは、2つメルジメッキ、メルジメキチョルバスという赤レンズのスープを注文していて、あとはデュンチョルバスというお肉が入ったスープを注文してます。もう隣のテーブルまでスープのサービスが始まりました。もうね、時間に間に合わせないといけないので、もうガラスの皆さんすごい大変ですよ。アドロレンズ豆、はい。熱い、これね、熱いですよ。私たちが来る前から用意してあったのに、テーブルに触ったら熱い。クルトン入れて準備してますよ、スープ飲む準備。もう食べたいよ。食べたいし飲みたいね。うん、あとちょっとだからね。じゃあこれも一人一個、こんなサラダがついてます。まずこれからイフタリエリキっていう前菜盛り合わせです。お、ミスコーあとちょっと、あとちょっと、頑張った、勉強です、ね、やっと食べれるね。でもね、Herkes mir wieder auf der Kehren gibt, kannst du das ja hier und der Schäbe. あ、私たちにスープが来ましたね。デュンチョルバス、これね、私のデュンチョルバスが来ました。私、断食してないから、いつもね、こういうとこに座ると、ちょっと気が引けるというか、すみませんっていう気持ちです、正直。お、今度もお、この有名さん karnım kuruladı. İmam. 11 geçiyor. 11. 9 geçiyor. 9. Evet. Evet. Sen geldi de 9. あと1分だそうです。他のテーブルの人を見ながらね、こうあれもう。もう始まったかなってチェックしてます、みんな。僕にはイエビリミエエザン聞こえてきましたね。ダーディーメイエビリミエババネディオドクドアザ、はい、時間来たので、それではNiyetettim senin için oruç tutmaya. Allah'ım sen kabul et orucumu de. Allah'ım sen kabul et orucumu. Amin. Abi. Yok, yapmalıymıştı. Asla tabi 5時ぐらいに食べた? 5時ぐらいに食べた? 5時。朝5時半から何も飲み食いなしですからね。飲んでもないし、食べてないし。断食している方は、このデーツでまず、鳴らしていくみたいです。あ、これすごい
これ美味しいよ。シェラも食べて。ベクレミシ。美味しいこれ。これがあのデュインチョルバスです。ほら、これちょっとお肉が入っててね、これ美味しいんですよ。モダグザイ。チクイマ。これシェラのね。店内静かですよ。みんな食べてるから喋ってね。とっても静かです。もう処分でしまいんげですよ。なんかもうメイン料理が運ばれてきてますよ。シェフの皆さんもあの味見できないから本当大変だと思います。家庭だったらまあ、あちょっと塩がなかったかなとか濃かったなっていうのでまあいいですけど、こういう接客はなかなか難しいものがありますよね。これはミックスケバブです、はい、盛り合わせバターピラフ付き。多分ね、本当ガルソンの皆さんはね、仕事が優先なので飲み食いせずにお仕事されてます。すごく美味しいよ。ヒデの味見をしたいと思います。プレイキュフテキミステムセンセムシティーリング肉だけじゃなくて、なんか玉ねぎ野菜の味が結構しっかりしてる。キュフテメニューです。なんかポテトと、これマッシュポテト？え？これフライドポテトとマッシュポテト2種類のポテト付き。これカオロマと言います。まあ、お肉ソテーですね。あ、この柱もテルビエリ。これあのテルビエリ柱もですね、テルビエについてはまたあの違うビデオで説明していますが、これなんかシチューみたいで美味しそう。こんな大きいお肉ですよ。マスタードソースのチキンソテーです。おや、やめてね、シェクスポス。やっぱりお肉すごく柔らかく煮込まれてます。やば、美味しいよ。シチューみたい。本当にこれホワイトシチューだな。お母さんご飯はどう？美味しいわよ。これマスタードソースチキンソテー。これの日本語はラムチョップ。すごく量が少ない。でもなんだんでや。めげんねん。そう、いいジェストラマルマン。マリ。パテスデデン、パテスヤッスン。パテテスパ。まあ、バシカイスマン。オッケー。カリッと上がってるよ。大体全部美味しいよ。やめて。外で食べれるって幸せ。今日は何でも美味しく感じるそうです。スイーツが来ました。フランスのバッタはディリスです。これはおしゃれデザインミスワークスプルレバーニ。あのね、レバーニはねカステラみたいなのに、でもあのこれシロップがかかってる状態なんですけど、でもこれはスープ、ミルク、ミルクシロップなので普通のシロップよりは足りやすいと思います。おしゃれなこんなスイーツが。次女がバクラを食べます。ほら夫がお願いします。ありがとうございます。でもね、チャイカフェインがあるので、私ね、この時間に飲むとね、そう、夜寝れない可能性があるんですよね。議長はそんなことないです。そう、一杯にしときます。レバーニをちょっと味見してみます。うん、激甘じゃない。え、激甘じゃない。これは日本人も食べれるよ。ちゃんと食べた？食べた。何食べたの？タオル、ナッシュ、アイスティー、メッシュ。アイスティーはパタです。体に良くない？パタです。どっちやる？どう？可愛くなった？
もったいないので食べなかった分はこうやってお持ち帰りです。家からねこれ全部持ってきてます。今日のビデオはいかがでしたでしょうか。ラマザンのある日の、まあ、イフタル断食明けの食事を外でいただいてみました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。それでは、はい、よろしく。